続きまして茨城食と農のポータルサイトうまいもんどころのコーナーでーす。回ってる。はい、はい、やってきました、うん、このうまいもんどころのコーナーでは味わってみなきゃわからない贅沢な願いを叶える太っ腹コーナープレゼントキャンペーンが毎週更新されています、はい、そして茨城の美味しいものをプレゼントしておりますが本日から始まるプレゼントはこちら、うん、じゃーん常総市のズッキーニ2キロでーす。ズッキーニ、ズッキーニ、ズッキーニ2キロって結構な量ですよね。量ですよね、きっと、うん、はい、盛りだくさんということなんですが、はい、うん、茨城県西部の常総市石毛地区でズッキーニの栽培が始まったのは平成13年からということで、はい、うんうん、この地区で初めて本格的なズッキーニの生産を開始した片倉さんが中心となって平成19年に JA 常総光ズッキーニ生産部会を設立したということで、うん、現在は26名の生産者の方が所属しているそうなんですね。はい、そして今では茨城県産ズッキーニの大部分はこの常総市石毛地区で生産されているということで、太いね、すごいですね、うん、そして平成25年には県の銘柄推進産地の指定も受けたということで、素晴らしい、素晴らしい。そして春は3月から7月まで、秋は9月から12月いっぱいまでが出荷時期となっており、うん、常総市石毛地区のズッキーニ、こちらが生産者と JA 常総光とが一丸となって安全安心高品質なズッキーニの生産そして販売に努めているということです。糖質、澱粉質とともに少なくカロリーも少ないので、うん、ヘルシーな食材として人気が出ているということですよ。はい、ズッキーニどういうふうに食べますか、源さん。うんとね、はい、そうですな、うん、まあズッキーニを輪切りにして、ナスも輪切りにして、オリーブオイルとかでこう炒めてちょっとバルサミコ酢をちょっと和えるぐらいの感じ。おいしそう。いける？いいですね。ナスとかね、結構夏のイメージがあったんですけど、はい、春とか秋にも出荷シーズンだってちょっとびっくりしたんですが、まさに今が旬。今が旬だそうなんですね。いろんなねお料理食べられると思うんですけれども、うん、そんなズッキーニ、今回は JA 常総光からズッキーニ 2kg を5名様にプレゼントいたします。すごい、5名様、はいはい、こちら応募期間は本日10月10日の夕方から10月20日までとなっております、うん、この機会にぜひご応募ください、はい、そしてうまいもんどころ茨城食と農のポータルサイトでは茨城の旬の食材や県内の直売所情報、美味しい料理のレシピなど茨城で作られた農林水産物についての情報をたっぷりとご紹介しておりますのでぜひご覧ください、はい、以上、うまいもんどころのコーナーでした。